こんにちは、モトです。ゴールデンウィークに入りました。4月も終わりというか5月になってしまったので、4月後半の我が家の弁当芝の様子を報告します。先日の動画でも報告しましたが、昨年の夏に作ったハゲがなかなか埋まらずに種を追いまきしていたのがやっと発芽しました。だけどやっぱり発芽が鈍いというか揃わないというか、ゴルフ場とかならコース外に用意しているナーセリーで育てている芝があるので、病害やハゲなんかはくり抜いて入れ替えるのが普通です。うちみたいにハゲた部分にちまちまと種をまくなんてやってないでしょうね。本来は枯れた後の土もちゃんと入れ替えないと良くないだろうし、普通なら安定して発芽させるために不織布を敷いたりもするんだけど、追い巻きの場合は不織布はちょっとかけにくいです。5月に入ればベントは最盛期になるから、ハゲはあっという間に埋まると思うけど、それにしても長くかかりすぎな感じです。あとこちらは4月28日の早朝の様子ですが、前日が雨でこの日は晴れたわけなんですけど、朝露とともに菌糸の塊がいくつも現れました。芝生の菌糸界といえばピシームだけでなく、ダラースポットやブラウンパッチでも見ることができるけど、ダラーやブラウンパッチは暑い時期に出るのに対して、ピシウムは真冬以外の年中悪さをします。4月のこの時期に出るっていうことはピシウムが怪しいですね。実際今年は2月に病害が発生していて、多分ピシウムな気がします。2月は異常なくらい暖かい日が続いたこともあり、見た目的にもブラウンパッチも怪しいのですが、なんせ2月ですからね。ピシウムは有層子という胞子が水を泳いで感染する水媒伝染です。大雨になった時に水が溜まりやすいグリーンの縁あたりでよく発生しているので、やはりピシウムが怪しいです。今回も雨の翌日に菌糸界が現れましたからね。一応2月の時点で病害が発生した時に殺菌剤を散布していたのですが、4月の終わりに菌糸界が出てきちゃいました。菌糸界が出ただけなら芝が病害に侵されているわけではないのでまだ大丈夫。でもピシウム菌が土壌にいることは間違いなく、活動も活発になっているということだから、すぐに殺菌剤をまいておきました。ピシウム菌に有効な立ち枯れん液剤を散布しておきました。立ち枯れんはベントグラスの赤焼け病に適用があり、赤焼け病はピシウム菌によって引き起こされる病害です。昨年は微生物資材のみで病害を発生させることなく夏越えに成功しましたが、今年は春先に病害が出て殺菌剤散布したことで土壌環境のバランスが崩れている可能性もあります。また微生物資材だけでは夏のチビホコリタケによるフェアリーリングは防げないことは昨年の結果から明らかなので、このゴールデンウィークの期間中にもコアリングに合わせてフェアリーリング対策の殺菌剤散布をやっておこうと思います。当然また土壌フローラと呼ばれる菌類の環境が崩れることにもなるので、スーパーグリーンフードや愛媛愛のような納豆菌資材を追って散布するつもりです。殺菌剤散布直後は微生物資材を散布しても殺菌剤の影響を受けてしまうので、少し間隔を空けて散布する配慮も必要ですね。ゴールデンウィークに入る1週間前あたりからだいたい 2,3 日に1回のペースで芝刈りができています。だいぶ成長のペースも早くなってきたし、5月に入ると気づいたら梅雨入りってこともあり得るので、ゴールデンウィークのうちにコアリングを含めた更新作業をやっておきたいです。また更新作業をやったら報告したいと思います。今回はこれぐらいで。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。